何しに来たんだ、何しに来たんだ、お前らさえ来なければ、お前らさえ来なければ、いやーって言ってこっちにうわーって走ってくんだよ。まあそんな頃にね、ちょうどうちらも免許を取って、18になって車の免許取って、はい、そしたらそのバイクに乗ってた時よりもさらに今度行動範囲が広がるわけだよ。うん、もちろん。ねえ、そうなると、どうしてもなんかその心霊スポット、まあ心霊スポットって言葉は当時はないけど、はい、でもなんかそういったところお化け屋敷行こうやとか、そこの足揺れてるんだってよって言っちゃう。本当にもう毎晩夜な夜な出かけたもんなんだよね。うんその中の一つに、まあ、とある有名なお化け屋敷があって、うん、本当にマジでやばいお化け屋敷だって、みんな認めてたのよ。俺が初めて入ってった時に、床も何にも抜けてないんだからね。うん。いたずらがでもされてなければ窓も割れてない。ああ。そんな状態だったの。しかも、家財道具が全部残ってんの。そうなんですか。うん。いや、これ、本当にやばいところは、うん、そのまま保存状態がいいって言いますもんね。もともとのそこの話っていうのは、うん、そこにその、女の金貸しがいたと。それで、ある男が、まあその本人が亡くなっちゃってるし、その犯人が捕まったのかどうかさえ、俺はよくわからないんだけども、うん、まあこんな話のディテールが出てるんだから、おそらく犯人は捕まってんじゃないかなと俺勝手に思ってるんだけどね。うん借金を返しに行ったんではなくて、まあ今の借金の用語で言うところのジャンプだよね。一つジャンプしてもらいに、また追い金で、いくらか借りにその金無心に行ったと。ところは何言ってんだって、剣も滅亡に断られた男が逆上して、彼女を締め殺してしまうんだわ。だけどその後、そのどれだけその恨みが強かったのかわかんないけども、これをなんとか晒し者にしてやろうと考えたんだ、その男はね。2階に、たまたまその犯行現場が2階だったのかわからないけども、ある部屋があるの。その部屋の天井板あるじゃない、はい、ね。天井板のところに、天井の天板の内側には針が入ってるじゃない、うん、こう。ね。縦地の、こう、細い針と、横地の太い針と入ってる。その縦地に入ってる細い針っていうのは、こう見てわかるわけだよ。釘が打ってあるから。あここにあるなんて。はい。ただそれをまたいで、バーン、バーンって、二つ穴を開けて、そこにロープを下げて、そっから亡くなったおばさんの遺体を下げて、こうガガガガガガッと下げて、そのまま放置したんだよ。そしたら遺体がだんだん腐ってくるわ。で、死亡化してきて、そうすると首の骨がポリッと中で外れるわけだよ。外れたら今度はこう肉と皮だけど、ニューッと伸びて、ね、見つかった時には、首がずーっと上にあるのに、ずーっと伸びて膝ついてたってんだよ、こう。その状態で見つかったと。そんなようなのが出るって、そこで。あ、出る。うん。うわ。俺たちの先輩から聞かされたのは、おい、ここだってよって、どこの部屋なんだろうなって、ちょっと見てみようぜって。目印は天井に開いてる二つの穴らしいぞって。そう言われて、それをこう、一階からずーっと見て歩いたんだってわけ。そしたら、いや、これ本当に盗賊だっていいのか、おい、と思うぐらい綺麗だったんだよって。俺の先輩がね、綺麗だったんだよ。だけど、間違いなく、それはそういう事件があったとこなんだよなって、俺それは地元の警官から聞いてんだよって。だから、お前ら行くんじゃねえの、入んじゃねえの、お前、固く不法侵入になるんだからな、厳密に言えばって。ね、そう言われたんだけど、どうしても見たくて行ったんだよな。階段をよ、俺たちがギシギシッと上がってったら、その廊下を、こう階段を上がっていくと。廊下のこっちの奥の方から、逆の方から、とて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 って、なんか、まるで変な歩調で、とて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 って、こっちに近づいてくる、足音がしたから、待て、止まれって言って、俺の後ろにいるやつ止めたんだよって。そしたら、ここの、そのちょうど階段が上がってった、ここの、ひょいっとこの横から、にゅって首出したのがいるんだよって。それがもう、ブエーってこう、崩れて下がって、うん、なんだけど、首がプル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 してるんだよなって、それ俺見ちゃったんだよっていうのがいたのさ。あだから、まあそれ嘘か本当かは置いといて、はい、話としては、行くでしょうそれはってなっちゃったんだね。ああ、確かめにね。そうそうそう。ほんでいろんな奴らが行って、でも荒らされてなかったよ。うん、やっぱりそうなんですね。で、当時、もうとにかく心霊スポットには俺は遊び半分では絶対行かねえんだって決めた事件があったでしょ、はい、心霊スポット行かない理由ってのぜひご覧くださいね。うん、ぜひ。こ
この話っていうのは、その後の話なんだよ、それの後の話。これね、俺が、ちょっとの間なんだけども、北海道の中でだけ出版されてる車の雑誌があって、うん、俺その中でもって 4WD、ハイリフトをした 4WD のコラムを持ってたのさ、ちょっと。仲間がいっぱいいるし、写真、自分で写真を撮って、あげながら、毎月毎月 4WD に関することを書いてた。夏になって、ちょっと怪奇特集やりてえな、っていうことになったのさ。なんとかちょっと写真で、もう一つはビデオも一緒に撮って、キャプチャーでね、写真を切り出すことが可能だから、カメラマン一人連れて、三人体制で取材してってくれってこう来たから、はい、いや、だから、あそこの家は、本当に友達をね、ああいう形で亡くしてるとこだし、行きたくないんですよね、って、こう言ったのよ。で、まあとにかくそこ行かなくちゃいけないんだけど、もう周りにとにかく草がうっ、相当生えちゃってて、本来であれば、車で持ってぐーっと玄関のあたりまで入れるんだろうけども、とんでもない、もう草で草で草で。だけど不思議なことに、その玄関までの道がまるで人が一人歩けるように、ずーっと迷路見て、ずーっとこう出てます。草が、周りすごい、セイタカアワダチソウみたいな、そんなのがいっぱい生えてるのに、なぜかその玄関に向けて、ずーっと道ができてんだよ。だけど車置くところはないわけよ。どうしようって。この向かい側にも一つ家があってね。だけど広い敷地だし、空き家なのかどうなのかわかんねえな。まあでもここ道の旗みたいなもんだし、決して敷地に入ってるわけじゃねえだろ。ここちょっと置かしてもらうよっていうところに車を置いたんだよ。ハイエースで行ったのかな、本当にね。で、そこに車を置いて、それぞれがこう機材を下ろしたりなんだりし始めたんだよ。そしたら、ここにね、車を置かれちゃ困るねよって声がして突然だよ。うわ、びっくりした。何って見たら、その家から一人おばちゃんが、で、おばちゃんだって、ああ、60ぐらいかな。まあいい、今とも違うからね、あれなんだけど、うん、60行ったか行かないかぐらいの女性が、一人こう、こう、後ろ手にこう、こう、こう歩いてきてて、メガネこうかけてね、こう、ちょっと下げて、困るねよ、そこへ車を置かれちゃうって言うのよ。ああ、ダメですかね。そんなに時間かからないんですけど、ちょっとの間お貸しいただくわけにいかないですかね。あんたたちそこの家のまたなんか見に来たの？はい、そうなんです。お迎えなんで何かする噂とか聞かれてないですかって。噂も何もあったもんじゃないでしょう。もうここしょっちゅう変な人が来るのよ、ここは。ほら。ほらほら、聞こえるでしょ。ほら。聞こえるでしょって言うのよ。え？何がですかって。ほら、ほら、聞こえるでしょ、ほら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 、っていう音が、どう聞いてもコオロギとか、虫の声なんだよ。コロ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 とか、チリ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 って言ってる。ほら、チリ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 って言ってる。ほら、ほら、コロ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 って言ってるでしょ。これね、この間ね、黒い服着た変な男たちがね、チリチリ泣く機会をそれに置いてったんだから。ね。あんたたちもね、あんな家に関わってるとろくなことないよ。こう言って、入っていっちゃった。機械だって、うん、まあ、いいんじゃないですか。とりあえず、置かしてもらうってことで。ね。じゃあ、行きますか。こう入ってったさ。道を渡って、その、こうなってるとこがこう、踏み込んだよ。変な家なんだよ。その変なね、和洋を折衷にした、なんとも言えない、ちょっと変わった作りなんだわ、うん。うん。で、こっから見て、2階の窓なんでしょ。あそこはこう、あるでしょ。2階に窓が。あそこに、スーッと動く人影を見て、逃げ出したんだよ、あの日って。うん、じゃ、とりあえず、一階から見ていきますか。で、ガチャッと開けて中入ると、玄関があって上がりかまちがある。左側の方に、こう、トイレと風呂場かなんかがあるんだけど、右の方にドアがあって、それをこう、ガチャッ、開けると、リビング、そのまんまソファーなんか置いてあって、水やでっかいこう、サイドボードなんか、ボーンと置いてあって、カップなんかまた入ってんだよ。ね。え、ちょっと待ってくださいよって、そのカメラマン、ちょっと待ってくださいよって。これ本当に空き家っすよねって。いや、空き家だろ。玄関とかさ、横の窓割れてんだろ、それって。うん。空き家なんだよ、空き家なんだよ、これは。いや、だってこれ、人がいた、うん、なんか線香の匂いしないですか。この、今ここに襖閉まってんだろうって。この襖開けると、奥に部屋が、一つ奥に二つとこあるんだけど、開けたところの部屋にでかい仏壇があるんだよ。その仏壇になんか最近の噂では、これは噂だと思うけどな。家に入った人間は必ずそこにセブンスターを一箱備えて帰らないと大変なこと起きるとかって、そんなバカな噂があって、多分今いっぱい置いてあると思うぞって。ええー、って言って。
そこスーッと開けたさ。はい。開けたら、真っ暗の中でもって、赤い明かりが、ちっちゃい明かりが、ポンって見えるんだよ。うん、で、あっと思ったら、なんてことない。仏壇の前の香炉に線香一本立ってるんだよ。しかも、こんな長いの。今火つけたばっかりみたいな感じで。ああ。いや、中村さん、これ、今これ上げたばっかりじゃないですか。いますよ、これ人って言って。すいません、どなたがいらっしゃいますかって声かけるんだけども、いないんだよ。それは気持ち悪かったよ。本当にだって、肺がこうなったりしないんだもん。本当に今火つけたばっかりな感じだ。はぁ。いやーこれ、気持ち悪いなぁ。現場ってどこなんですか？いろいろ言うから。いや、現場はこの上だ、2階だよ。怖いなぁ。どうします？行きますか？それとも一回だけ写真パチパチパチって撮っていいんじゃないですかね。いや、だけど現場の写真を撮らないと意味ないんだろうって。だったらお前一人で上行って全部の部屋写真撮ってこいよ。そのうちの一つが当たりだからって。いやいや、一人で行かんすよ、俺って。行きましょう、行きましょうよ。言うから、階段も登りかけたさ。行って行って。ね。玄関に一回戻らなくちゃいけないから。玄関にある階段を、木の階段上がってった。上がりきったところに左側に窓があるんだよ。こう、半径ぐらいの。その窓のところから、ひょいっと見ると、向かいの家、その家のところに置いてある、うちらの乗ってたハイエースがチラッと見えるのよ、こう。で、そこまで行って、さあ、この部屋の、実はその現場になってるのは、みんななんだかんだって、あそこの部屋とこの部屋だって言うけど、この部屋なんだよって、俺は教えたの。この真ん中のこの部屋なんだよって、こうなんだよって。だから今からそれ写真撮るけど、一応全部の部屋を撮って、最後にこれ撮った方がいいぞって、俺そう思ったから、そう言ったの。これ、そうした方がいいぞって言ったら、って、叫び声が聞こえんだよ。で、え、何？なんだ？って窓から外を見たら、さっきのおばちゃんらしい人がこっち、道をこっちを渡ってきてて、そっちこう入ってくるのよ。その草がこうなってるところ、ずーっと来る感じなのよ。で、お、なんか言ってる、なんか言ってる。何しに来たんだ？何しに来たんだ？何しに来たんだ？お前らさえ来なければ、お前らさえ来なければ、いやーって言ってこっちにうわーって走ってくるんだよ。で、やばいやばいやばいって言ったら玄関、ガチャーうわーって声がしたから、階段したから、やばい、部屋入れ入れって言って飛び込んだのがその部屋だったのさ、俺たちは。で、バーン、ドーンって閉めて、鍵なんかないからね。はい、はい。そしたら階段がガッ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 、やーやばいやばいやばいなんかわけのわかんないこと叫んでる。うん。ひゅっとこう上を見たら、ここにバンバンって穴開いてたの。この部屋で、うわぁ、俺ここ入っちゃったと思って。思わず飛び込んだけど。そしたらもうそこでドーン、ドーン、ドーン、ドーンって、こうなんかおかしな音がするんだよ、外で。何の音なんだろうって。俺たちこう、ドア、うわぁと押さえ、こうドアの上、押さえたまんま。向こう開いちゃうとあれだからね。うわぁと押さえて。それでも向こうにドーンドーンとこう開けようとするわけだよ。うん、で、ドーンドーンドーン、開けねえ開けねえわーって、すごいんだよ。うんうん、で、そのドアをドーンドーンドーンって叩いてくると、家全体がブラーブラーブラーってなるんだよな。うわ、何これってもう仲間ほんとパニック状態になってて、はいはい、そしたら、スーッと静かになったわけ。おばあちゃん、そう言いますかまだ。僕らも、そろそろ帰らなくちゃいけないんで、ドア開けますよ。いいですか？返事がないのよ。おばあちゃん、開けますよ。まあ、最悪本当に3人でもって取り押さえるしかないと思ったから、うんうん、いいぞって言って、そーっと開けたんだよ。誰もいないんだよね。で、一応他の部屋も見たんだけど、誰もいない。一応写真バッと撮って、まあ、その日もとにかく退散したわけだよ、うん。で、その情報っていうのが、結局俺は、なんていうの、出版社に勤めてるわけじゃないじゃん。外注だから、あくまでも。まあ、あと二人一緒に行った人間たちっていうのが、一人カメラマン、これ外注なんだけど、ところが、もう一人一緒に行ったその編集者っていうのはもちろん社員だったから、うん、この話っていうのがやっぱりその社内でもって結構大きく取り上げられたんだよね。そしたらその俺にすごく良くしてくれるその編集者の偉い人っていうのがいて、その人もやっぱり四駆が好きで、4WD が好きで、俺とすごく話が合うところから、まあそんないろんな運びになったんだけど、その彼からしばらくしたら電話があったのよ。赤間ちゃん、
この間のあれ、大変だったね。だから、え？これ、ああ、もう参ったよ、あれは、もう。冗談じゃねえよな。向かいにあんな人がいるなんてのはね、思わなかったしね。って言ったら、いやいやいや、そういうことじゃないんだよ。やっぱりね、その、近隣の住人に迷惑をかけちゃったってのは、それはダメだな、やっぱりな。一応、ね、その出版社の名前も車に書いてあるしね。だから、ちょっと困ったことになっちゃって、社内会議でね、やっぱりそれは、ちゃんとした形でもって謝罪すべきだって話になったんだよ、その家行って。だから、とにかく迷惑をかけちゃったっていうことでね、ちょっと俺が行ってくることになったんだ。え？いや、ちょっと待ちましょうよって。でも、迷惑をかけたっていうか、俺たちちゃんと車をお貸しくださいっていうことで、それ以外のことで何も迷惑をかけてないですよって言ったら、いや、そういうことじゃなくてさ、って。だけど実際にああやって踏み込まれてきて、もしかしたらどういう、なんかその家と付き合いのがあった人でしょうよ、おそらく。向かいの家なんだから。でしょ？だからそれじゃその住民感情を刺激しちゃまずいよ、やっぱり。だから、まあ、俺がね、行って、飯持って行って、菓子折り一つ持ってね、頭下げれば済むことだから。だからとにかく、ちょっと俺、行ってくるから。いつですかと。いや、今日。え、今日？あ、そうなんですか。わかりました。俺一緒に行きましょうかって。いや、いいから。そうじゃない方がいい。俺一人の方がいいから。行ってくるわ。行ったさ、うん。その日の夜だよ。9時過ぎだぐらいから。その彼からまた電話があったわけよ。ちょっと、まあ、電話で話すことじゃないんで、会おうか。ちょっとね。っていうことになって。まあ、会うことになったんだ。参ったよ、いろいろ。今回は。いや、もうなんか、迷惑かけて、すいませんって言うべきなんですよね、こういう時。俺は、って言ったら。いや、それもひっくるめてね。それもひっくるめてなんだけど。ちょっとね、今回のこれは、俺的にも、参ったぞ。どうしたんですか？いや、俺、まあ、そこの家行くにあたってさ、とりあえずちょっと、どういう人なのかって、もし本当にちょっと、そういう意味で怖い人だったら、手つけらんねえ可能性もあるだろ？だから一応、ちょっと話を聞いてみようと思って、酒屋さんがあったんだよ。俺そこへ寄ったんだよ。まあ、その酒屋さんって長いことずっとそこでご商売されてる家でさ、聞いたんだよ。未だにちょっと俺の中では、上手にこう、咀嚼できてない部分がある。でも、今俺の頭の中にあることをストレートに伝えるわな。な、うん。今回取材に行った、取材対象の家な。あそこで、まあ、殺害された女性は、向かいにも不動産を持ってたっていうんだよ。どういうことですか？いや、だからその通りじゃないか。あの向かいの家っていうのは、ほんでその亡くなった人の持ち物だって。ほう。それで？で、まあ、どういう人だったんですかねみたいな、その話をして。この間、みんなが行って、その迷惑をかけた話は、俺の方から、その酒井さんにはしてねえよ。してないんだけど、それをする前に、どういう人だかを聞きたくて、どういう人だったんですかっていうことを聞いたんだよ、俺は。そしたら、ちょっと変わった人で、秋になるとな、庭で鳴く虫の声をやたらと気にする人だったって言うんだよ。で、たまに、わけのわからんことを言っては、なんか反響なんだって騒いでみたりな。そんなことのある人だったらしいわ。っていうことは、あそこにいた、じゃあおばさんは誰なんですかって。いや、誰じゃねえよ。だから、本人だっていうことなんだよ。殺害された本人なんだよ。だから、それが。そういうふうにしか思えねえじゃねえか。あそこの家には誰も住んでないっつうの。俺も行ってみたんだ、実際。もう空き家になってるよ。誰なんか誰も住んでない。ちょっと参ったねえ。で、結局、まあ、その時の取材した分っていうのは、ボツになったんだけどね。ああ、ボツなんですね、うん。ボツになったんだけど、その時に紙で焼いた写真は、はい、俺多分どっかにあるよ、家に。ええー。うん。それ、でももう、見つけられないですよ。何度に入ってるからね、一回ひっくり返してみないとわかんないけど、うん、残ってると思うわ。だから結局、その、お前らさえ来なければっていう言葉がすごく俺の耳についてるからね。だから割とこれは、お前らさえ来なければっていうタイトルをつけて俺、話すことが多いんだけど、うん、あれはね、参ったね。終わりだけど、あのおばちゃんの顔未だに覚えてるもんな。うわぁ、そうなんや。くしゃ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 っとこうパーマをくしゃくしゃくしゃっとかけて、目をちょっとこう三角にしたようなね。背は低いんですか？うん。あの人なんだろうな、だからな、多分な。
ゴスコー始まって第2つ目に、ね、2つ目です。はい。やって、はい。で、グリーンバックもなければ、うん、まあ、音声も、あの時、まだピンもついてない状態で。ついてないです。普通のもう、うん、外付けマイクもない状態ですよ。カメラ。この家の前のね、僕の家の、そうそうそう。リビングのカーテンで。そう。で、僕、編集もよくわかってないから、もうお粗末な、なんか、ただ曲かけっぱなしのクソ編集で、ほんとごめんなさい。とんでもないよね。な強烈な話をぶっ潰してしまったなって、もうずっと後悔してて。とんでもない。まあ、そんなことがあって、僕は撮り直して、見ようということになりました。はい、そうなんですよ、はい。改めてね、新しい気持ちで、見ていただければなと思います。ぜひ、チャンネル登録もよろしくね。ぜひ。かわいい音やわ。チャンネル登録をよろしくお願いします。ファンキー中村パウチゴーストコンテンツチャンネル登録をよろしくお願いします。